ねえねえ、知ってる？噂のカフェ。そこに行った子たちはみんな元気になれちゃうらしいよ。もちろん知ってるよ。あそこは大切な勇気をもらえる場所だもの。チョコどうする？あんた声でかすぎ。あ、けどもうバレンタインか。私も渡しちゃおっかな。まあ、あれか？本命的なやつか？ついに告白するんだ！本命？ってことは、交際したいお相手がいるってわけで。私の告白は、取り出したのは教科書。砂糖みたいに甘くてキラキラで、私なんかじゃ知れないドキドキを教えてくれる秘密の本。今ハマっているのはスイートメモリーティータイム。女子高生のひかりちゃんが二人の男の子との間で迷う話。ねえ、僕を避けないで、ひかり。今年もまた一緒に海に行こうよ。ダメよ、君には可愛い婚約者がいるんだから。その子をちゃんと大切にしてあげて。ひかり？ひかりは一人部屋を飛び出す。諦めたはずの恋心が涙となり、目からこぼれ、走って、走り続けて、たどり着いたのは、自身がバイトする喫茶店。ようこそ、喫茶スイートメモリーティータイムへ。って、ひかりちゃん？あれれ？今日はシフトじゃなかったよね。いいじゃない。今日はひかりもお客さんってこと。おいで、ひかり。今日はカウンターが空いてるよ。ひかりちゃん、マスターに聞いたよ。特別なチョコレートを用意しているから、後で声をかけてね。特別なチョコレートですか？そう、プレゼント用のね。ひかり、それを大好きな人に渡しておいで。マスターは気づいていた。店に来た光が自分の思いに決着をつけようとしていたことに。だから彼女の勇気を優しく形にして後押しするんだ。好きなんでしょ、あの子のことが。なら胸の中で思い続けている限り、君の恋は終われない。ちゃんと言葉にして届けて。さっぱりしておいで。そして光はマスターに背中を押されて、やっとあの子にチョコを渡せるんだ。あー、かっこいい。本当に素敵な人。ほうほう、その素敵な人とは？もちろんマスターに決まっているじゃない。光を導く大人の風格っていうかさ、なんて言えばいいのかわからないけど、私もそうなってみたいなって。あ、ん？ハロハロー。あ、アイレス？いいじゃんそれ。ねえライアンちゃん、やってみようよ。君の憧れを実現させるの。メモリーティータイム。まずは喫茶店のバイトをしてみる。今の時期に短期でやってるところはと。いいよ、私の妄想に付き合う必要ないって。第一、バイトなんて
おばあさまが聞いたら。うん、じゃあまず君のおばあさまに確認が必要ってことだね。ということで、はい、友人とその期間限定で喫茶店のバイトをしてみようかという話になりまして。あ、けど重々承知しています。別のことにうつつを抜かすより私にはやるべきことがありますです。何事も経験。お知り合いの方に声を。うん、おばあさまから話は聞いてるよ。うちの店をどんと自由に使っちゃって。一応オーナーとしてサポートはさせてもらうけど、物さえ壊さなければメニューもじゃんじゃん変えてもいいからね。でもこんな雰囲気のいいお店を、期間限定とはいえ私がマスターなんて評判とか落ちちゃうんじゃ。いいの、もともと趣味でやってたような店だしさ。それより目白の現役お嬢様がマスターのカフェなんて。よし、衣装も専門のところに頼んでくるよ。お友達の分も含めて2人分だね。それとスケジュール、店を貸す日は君たちの休みの日に合わせなきゃだよね。もうおばさん新しい生きがいできちゃったな。オーナーさんもとっても優しそうな人だな。でも好待遇すぎない？こんな都合のいいことがあってもいいの？夢かな？夢だよね。アイネス、ほっぺをキュッてしてくれる？じゃあ遠慮なく。夢じゃないね、これ。よし、じゃあカフェ計画詰めていっちゃおうか。さあ目を閉じて想像して。まずは私たちが作るのは君が憧れた素敵なカフェだから、やりたいことを全部やらなくちゃね。ライアンちゃんは普段よりも少しだけ大人なマスターメジロライアンとしてビシッと決めるの。ビシッと？スイメモのマスターならこんな感じ。あ、いいね。なら次の想像、ライアンちゃんの隣でテキパキお仕事をするお店の看板娘は？それはそれならもちろんアイネスにお願いしたいかな。やったー、お墨付きもらい。じゃあ次はマーベラース。あ、マーベラスちゃん。私も参加する。素敵なカフェでみんなをマーベラスにする。マーベラス先輩、今日も元気だな。あれ、ライアン先輩たちも一緒か。へえ、カフェか。なら人手は一人でも多い方がいいよな。ライアン先輩、私も先輩の夢のお手伝いするよ。じゃあ私もカフェならお料理のお手伝いもできるよね。みんなで温かい思い出作ろう。え、二人まで本当にいいの？みんなだって忙しいはずなのに。ライアンちゃん。え、はい。それを承知でみんなは協力してくれるって言ってるはずだよ。ほら、みんなの顔をよーく見て。そうだね、ありがとうみんな。これからちょっとの間よろしくね。ということで役職発表します。パティシエ、あけぼのちゃん。はーい。双子、もとい双子コーデなホールスタッフに、リコーちゃんとマーベラスちゃん。はーい。うんうん、元気でよろしい。
して看板娘の私とマスターのライアンちゃん。おお、いい雰囲気だね。そうだライアンちゃん、人生とカフェの先輩としてちょこっとアドバイス。まずコンセプトを立てるといいよ。コンセプトですか？うん、例えば出勤前のスイッチの切り替えになるカフェにする、赤ちゃんとでも安らげるカフェにしたいとかさ。そういうコンセプトはきっと君の指針になる。このカフェを通して何をしたいかのね。それならあります。私憧れたカフェのマスターになりたくて、そのカウンターでお客様のおもてなしをしたりだとか、あ、コーヒーにも詳しくなれるように勉強中で、あとはそれこそ水メモのマスターみたいに恋バナへのアドバイスをしてみたりね。恋バナは私には早すぎる気がそれもいいじゃない。もうすぐバレンタインだし、君が理想とするカフェの需要は世間でも高まっているはずだよ。そうですかなら。こうして私は仲間と共に準備を進めて、ついにカフェ1日目が始まった。よし、私はキッチンのヘルプかバックヤードにいるから、困ったら声をかけてね。それじゃあとは任せたよ。はい。アイネス、なんだか嬉しそうだね。そりゃあもう、君はよくいろんなことを我慢しちゃうからさ、ライアンちゃんが楽しんでいる姿を見てると私ももっと頑張ろうって思うの。アイネスって優しすぎない？そんなことない、ただの一般ルームメイトです。ほら、お客さん第1号が来たよ。ご注文を繰り返します。カフェモカとカプチーノ、それからベリークレープとマロンチーズケーキで、お間違いありませんか？キリマンジャロとハニートースト、あとはマンデリンだな。さすがのさばき方だなアイネス。マーベラスちゃんもビコーちゃんも堂々としているし、コンセプト、それは水メモのカフェ、そのマスターに私はなるんだ。なら、このため息も聞き漏らさない。マスターはお客さんの相談に乗るもの、つまり私は。お客様、恋のお悩みですか？なぜそれを。申し訳ございません、あなたのため息が聞こえてしまって。もしよければその悩み私が聞いてもいいですか？あなたの胸の内にある雑味を私というフィルターで越せば、心がすっきりするかもしれませんから。なんか違う、別の漫画が混ざってる。マスターはこんな気立ったらしい言い方しないって。はい、恋のお悩みですか？え、いえ、お会計を。こうしてあっという間に初日が過ぎていき、マーベラー、今日は一日頑張った。来てくれたみんなニコニコだったね。うん、問題もなかったし、最後までいい雰囲気だったし、売り上げも良かったってオーナーも言ってたぞ。そうだね、みんなのおかげで本当にうまくいったけど、私はもっと、
水メモのマスターを目指すならもっとうまくお客さんと話せるようにならなきゃ。めげないめげない、まだ初日でしょ。慣れたらもっと話せるようになるって。はいはい、ライアンちゃんたち、まだ仕事終わりじゃないよ。休む前にもう一働き、次回の営業に向けて必要なものを買い出しに行ってらっしゃい。レモンにチョコレート、生クリームに、よし、これでおしまいだな。じゃあ、あのさ、キャロットマンの新作カードが売ってたんだ。私、自分の小遣い持ってきたから。待ちなさい、ピコちゃん。そして喜びたまえ、バイト代という名のお小遣いをオーナーさんから預かってきたら。本当か、うわはって、このくらい素直だったらライアンちゃんももっと気軽にお客さんと話せるようになるんじゃないかな。あ、素直か。白い花、綺麗な髪飾り、あれ買いたい？え？じゃあ近いし、そっちの店から寄っちゃおうか。ねえねえみんな、ちょっとアイネス。わあ、ライアンが見てたのはこれ。ふわふわひらひらで、すっごくマーベラス。ねえ、ほらほら、ライアンちゃん、今日一日頑張ったし、買っちゃう？ご褒美は必要だよね。ご褒美って、こんな可愛いの私には。でも一目惚れしたんだろ、気に入ったなら買っちゃえばいいじゃん。うん、私もビコちゃんに賛成。さっきも言ったけどさ、もっと素直になっちゃって。あれ、目白家のお嬢様じゃない？ほら、マックイーンさんと同期の。ああ、あのかっこいい人よね、確か。ごめん、そろそろ行こう、みんな。ビコちゃんの買い物だってあるでしょ。なんでだ？私のはライアン先輩の後で全然大丈夫だぞ。私こそ大丈夫大丈夫、やっぱり私には可愛すぎるって。さすがに似合わないよ、あれは。だってあの子の隣にいた私は知ってる。この好きは、この可愛いは、私なんかの手に届いてはいけないものだから。じゃあ移動しようか。なんかごめんね、はしゃいじゃって。なんでだ、二人とも。あの買い物中にもうちょっとうまく言えてたらな。私のバカ。ライアンちゃん、あと一押しが欲しかったかもしれないのに、私まで引き下がってどうするの、意気地なし。でもあれ以上踏み込んでいたら、もうこれじゃ堂々巡りなの、私のバカ。おはようございます。あれ、ボノ早いな。そのボールはチョコか？味見してもいい？もちろん、待っててね、今味見用のものを出すから。うまい、おいしい。やっぱりボナのチョコは世界一だな。おお、このチョコを食べたらライアン先輩も元気出るかな。ライアンさん？この前の買い出し中、先輩寂しそうな顔してたからさ。雑貨屋にあった髪飾り、あれ絶対先輩も気に入ってたのに、なんで買わなかったんだろうな。
なイメージを壊さないようにとか。ほらあの時ライアンさんのファンが周りにいたから。でもさ、ビッコーちゃんまだキャロットマン好きなの？誰がなんて言ったって自分の好きは好きなんだ。その気持ちは誰より一番自分が大切にしてあげなきゃ。そうだね。お疲れ様でした。今日は早じまいだったのに、なんだかこの前よりも疲れたぞ。お客さんいっぱいだったね。口コミでファンの人もいっぱい来てくれて、マーベラス。ライアンさんたちはこれから買い出しに行くって。だからお片付けと仕込みは私たち3人で。どうしたんだろうあの子。ボノ、何見てるんだ？ほら、木の陰にいるあの子、ずっとこっちを見てるの。お店に何か来ようかな。よし、私声をかけてくる。ついでにカフェの札も閉店に変えてくれよ。おーい、そこの人、カフェに何か用か？逃げた。待て、怪しすぎるだろ。声かけた瞬間に走り出すなんて。うわー、べっかさせかっしゃ。捕まえた。お前一体何者だ。もし悪いやつなら。すみません、もう近寄らないようにしますので。お前ライアン先輩のファンなのか？それじゃあカフェに入りたかっただけ？すみません。いやいや、こっちこそごめんな。てっきり悪いやつかと思って追いかけちゃって。でもならどうして逃げ出したんだ？それに遠くから見てないでさっさと入っちゃえばよかったのに。それは、だってライアン先輩のことが好きなんだろ。なら直接会いに行った方が先輩きっと喜ぶぞ。いや、だって私私服もダサくて顔も良くなくて挙動不審でダメな人間で、好意を向けるなんてライアンさんに申し訳ないです。本当こんな私なんかが。どうしたんだよ。別に好きなら好きで。ごめんなさい、大変失礼しました。ごめんなさい。そいつは泣きながら走っていった。その顔を見て私はなんだか自分が悪いやつになった気がした。ピコちゃん見つけた。ごめんね、急いで追いかけたけどどこまで行ったのかわからなくて。ボノ、そっか、そんなことがあったんだね。でもさ、ファンなんだろ。好きならカフェに来たいなら来ればいいじゃんか。じゃあすごく好きだからこそ怖いとかかな。ライアンさんが大好きだからライアンさんに好きっていうことが怖いのは。でもならいつ好きだって伝えるんだ。怖いなんて言い続けてたらずっと何もできないじゃないか。だから一回も伝えないとか。
好きを伝えて大好きな人に嫌われる方が悲しいって思ってるんじゃないかな。好きを伝えて嫌われる？ね、リコちゃんは苦いチョコは苦手？え？ああ、そうかも。そうだよね。きっとあの子は自分の思いを甘いミルクチョコじゃなくて苦いビターチョコだって思っているんだと思う。あげたら苦いって断られる相手が大嫌いなチョコだって。きっと多分私が作ったこのチョコと一緒。私はボナのチョコ全部美味しいって思うぞ。それはごめんね、苦手な味をあげてないだけ。リコちゃんに嫌な思いをさせないように渡すものは選んでるの。だけどこの前スイーツの試作品を作ってる時にたまたま美味しいビターチョコが作れたんだ。ほろ苦さの中に小さな甘みが広がっていく初めての味。チョコが完成した時にすぐピコちゃんの顔が浮かんで、一緒に食べたいって考えを急いで頭から消さなきゃだった。え、私ったらおまぬけさんだよね。渡されても困っちゃうような嫌いな味だってあるって分かってたはずなのに。だからこのチョコは私一人で味見するって決めたんだ。私も嫌われちゃうのは怖いから。うん、やっぱり苦いや。でもねえビコちゃん、見なかったふりをしたらダメかな。あの子のことはそっとしておいてあげるのはダメ？ライアンさんにも秘密にしておくのはダメかな？あれ声が出てこない。それになんで、どうしてあいつとボノの顔が重なるんだ。今までならやっぱり一緒にチョコを食べようって言えたはずなのに言えなかった。チョコを食べて私が本当に苦い顔をしたらボノが泣いちゃうって思ったから。そっとしておくか。ピコー、どうしたの？お仕事終わってお腹空いちゃった？うわっ、マーベラ先輩、一体どこから。あけぼのに味見用のチョコもらいに行く？ちょっぴり休憩しに行っちゃう？あ、いや今はボノのチョコは。じゃあ違うチョコを食べに行こう。早く早くお出かけしに行こう。え、マーベラス先輩。バレンタインシーズンってマーベラス。いっぱい並んだチョコレートに胸がワクワクしちゃうね。チョコは元気の源。自分のためのチョコがあると嬉しい。さあ、ビコはどのチョコに元気をもらう？どのチョコにって、そんなの。私は今日はこのチョコに挑戦するよ。見て見て、地球チョコ。迫力はあるけど美味しくはなさそうだぞ。どうだろう、プチって弾ける？中からキャラメルが飛び出すかな。わかんないよ、食べたことないし。そう、
食べないとわからない。わからないことは怖い。でも同時にわからないことはとってもワクワクする。口に入れちゃえばもしかしたら私の大好きなマーベラスな味かもしれないでしょ。あ、そうだ、あのチョコ私まだ食べてない。まだ食べてないじゃないか、一口も。もし食べてたら苦くなかった？お腹いっぱい。うわ、いつの間に。リコはどのチョコを食べる？今はバレンタイン、いろんなチョコが揃ってるよ。私が食べたいのは一つだよ。ありがとう、マーベラ先輩。私行くよ。なあボノ、さっきのビターチョコそれか。え、ビコーちゃん、待って、嘘だから、それは苦かって。あ、うん、味はわからない。ボノ、あたし食べたぞ。それに、美味しかった。ボノが遠ざけた好きは、あたしの好きだった。食べたからわかった。全然、嫌いになんてならなかった。だからボノ、どんなチョコでもいい。渡したいものを渡してくれよ。だってやっぱり、私にとっては全部美味しいかもだろ。うん、そうだそうだよ。私あいつのとこにも行ってくる。いた。あなた、お前はライアン先輩のファンなんだろ。ライアン先輩が好きなんだろ。素直に好きを言うことは怖い。それは私にも分かった。でも伝えなきゃ何も始まらないし、分からないままなんだ。好きなら好きって言っていい。お前の好きはライアン先輩の嫌いじゃないかもしれないだろ。あれ、おかえりピコちゃん。お、どうしたの？その子は…な、ライアン先輩、聞いてくれ。この子な、先輩のファンなんだ。頑張れ、私がついてるぞ。ライアンさん、好きです、ファンです。え、ありがとう、わざわざ言いに来てくれたの？すみません、陰キャで。こんなあなたのファンに似合わない女があなたのことを応援してしまって。え、そんな、似合わないなんて。私こそ大丈夫大丈夫。やっぱり私には可愛すぎるって。さすがに似合わないよ、あれは。あれ、この子の言ってる似合わないって、あの時の私と同じ。でもじゃあ私さっきなんて思った？今この子になんて言おうとしてる？似合わないなんてことない。考えすぎなくていいんだよ。ライアンちゃん、部屋に戻らないの？あの髪飾りまだ売ってるかな？それってあの髪飾り？君が買えなかった白い花の。うん、なんていうか、その、もしかしてなんだけどさ、
今日来てくれたファンの子と同じで、私もちょっと考えすぎだったのかななんて。あ、アイネス？今なら受け取ってくれるかな。あの時は二人して足踏みしちゃったけど、でも今ライアンちゃんが乗り越えたいって思えてるなら、その勇気を支えてあげたい。一緒に前に進みたい。君が変わるための最後の一押しは私に押させて。ライアンちゃん、これ。アイネス、その髪飾り。実はこっそり買ってたの。でもよかった、やっと君に渡せる。似合わないなんてそんなことないよ。好きなら好きでいいって思うよ。受け取ってくれる？ライアンちゃん。アイネス、うん、ありがとう。私に勇気をくれて。あのさ、これつけてもらってもいいかな？うん、髪もいじっていい？うん、私のこめかみをアイネスの手がなぞる。ひんやりとした指でそのままおでこにも触れて、風が吹くとくすぐったくて耳元からは慣れない音がした。どう？待って、写真撮ってあげる。うん、はい、笑って。見て、ライアンちゃん似合ってる。すごく可愛いの、とっても。そうかな。ありがとう。その時私はふと、さっきのまるで漫画みたいにかっこよかったアイネスのことを思って、ふと、ああそうだって思ったんだ。ああそうだ、私がなりたかった憧れの姿は、私がカフェでやりたかったことは、だから彼女の勇気を優しく形にして後押しするんだ。きっとそうだ、私はずっとあの憧れのカフェのマスターみたいに、あと一歩の勇気が出せない誰かの背中を押せるようになりたかったんだ。さっきの君みたいに。叶わないな、アイネスには。ん？なあに、ライアンちゃん。あのさ、相談があるんだ。カフェのコンセプトについてだけど、改めてカフェのコンセプトを誰かに勇気をひとさじあげられるにしたいんだ。迷ったり怖がったりしてあと一歩が踏み出せない、そんな子たちの背中を押せる、そんなカフェにできたらなって。おお、うんうん、いいと思うぞ。それで私たちは何をすればいいんだ？ごめん、実は具体的なところが思いついてなくて、みんなの力を借りたいんだ。何かアイデアはないかな？はいはいはいはーい、マーベラスなチョコをいっぱい作るのはどうかな。来てくれたみんな一人ずつに、そのお客さんのためだけのチョコを作ってあげるの。個性は10人問える。だから
自分だけの思いを重ねられるチョコに。そのまま誰かにあげてもいい。誰かじゃなくて勇気が足りない自分へのプレゼントにしてもいい。持った瞬間ワクワクできる。背中をドーンと押されてマーベラスに駆け出せちゃう。そんなチョコをみんなで作ろう。おー、オーナーにも相談しよう。よし、私も覚悟を決めてかなきゃ。アイネス、いいかな、この髪飾りまた私につけてもらってもいい？今度はこれをつけてお客さんの前に立ちたくて、だから君に可愛くしてもらいたいんだ。先輩へのチョコどうするかな。玉砕したらどうしよう。もうそのうじうじ何回目よ。ま、それだからこのカフェに連れてきたんだけどさ。何でも勇気がもらえるとかって。次のお客様、席が空いたぞ。2名様どうぞ。ようこそ私たちのカフェ。わっ、チョコの山やっぱり目につきますか。そうですよね。折しもこんな季節ですし、自分の気持ちに素直になることへの勇気が出るようにとチョコをご用意しています。私も素直になるのは苦手です。一歩手前で決心できない気持ちすごくわかります。でも勇気を出してちゃんと気持ちと向き合えたなら、新しい未来と出会えることだってある。だからその協力を私たちにさせてください。あなたが一歩を踏み出すための最後の勇気一さじを。皆さんだけのチョコを私たちがご用意します。一つとして同じではない気持ちを一つ一つ後押しできるように。どうぞ教えてください。あなたに必要なのはどんなチョコですか？あの、マスターさん。お、何でしょう？私の話聞いてくれませんか？その、実は好きな人にチョコを渡したいんですけど。もちろんです。ぜひお話聞かせてください。いい感じなの。初日よりもずっと君も風格が出てきちゃってさ。そうだったらいいけどな。ねえアイネス、私憧れに近づけているかな？うん、とっても。すごく水メモのマスターらしいよ。そっか。ねえアイネス、見守っていてくれてありがとう。え、それって？もちろんチョコだよ。今までの感謝を込めたつもり。妹たちと一緒に食べるね。あ、いや、あれ？くれるんじゃないの？ごめん、素直な気持ち言ってもいい？君にできれば全部味わってほしいんだ。私の隣で支え続けてくれた君に。だからこのチョコ今回だけは独り占めしてくれないかな。もう仕方ないな。じゃあ大切に独り占めしちゃうの。ねえねえ、知ってる？噂のカフェ
そこに行った子たちはみんな元気になれちゃうらしいよ。もちろん知ってるよ。あそこは大切な勇気をもらえる場所だもの。そうだよ。だって私も勇気をもらった一人だから。きっと誰だってあそこに行けば。ようこそ私たちのカフェ。こっちこっち。あ、いらっしゃいませ。今日はお日様もピカピカだから窓側の席が気持ちいいですよ。今メニューをお持ちしますね。ボーノ、新作パフェが出来上がったから試作品一口食べてみる？甘いひとときはいかがですか？それとも勇気をご所望でしょうか？まずはこちらをどうぞ。当店自慢のチョコレートです。どうぞゆっくりしていってください。あなたの心が休まる時まで、あなたの心に力が湧くまで。ここはそういうカフェですから。